久保さん、ガーシーさんね、まあ間違いなく共通の敵ですよね。よく言ってくれた、やってくれたっていう、自分にはできないことをやってくれた人を応援したい。まあサッカーとか野球とか、あの、なぜ感染者がいるのかっていう、感染する人がいるのかっていう話ですよね。なんでその野球選手が好きなんですかあなたがバッターホーム立ってるんですかあなたがサッカーボール蹴ってるんですかって蹴ってないですだけど応援したい。 チケット代払う、うん、でそれ,それを見て人生が変わるのかっていうとまあ変わらないですよねまあその日はなんか盛り上がるっていうのはあるけどもなんかそれをそれが、うん、それがきっかけで何かが変わるっていうのは何すかねまあビール飲んで終わりぐらいじゃないですか喜んで。 もしもそ,そこ学びにね、サッカー観戦を学びに行ってるんだったら学べるかもしれないですけど、<laughs> ウィーってビール形に応援してる場合は、学んでるというか楽しみに行ってる部分があるので、まあ、そこで人生が変わるっていうのは難しいですよね。ただ、その、なんかその、なんかインタビューとかね、なんかその後の言葉を聞いて、その何か学びを得て、その学びからきっかけでなんかアクションするんだったら、そりそうなんですけど。まあ、とりあえず、ガーシーさんが人気な理由は、 理論的には似ててるかなって思いますよ、ねうんまあガーシーさんはサッカー選手でもなく野球選手でもないんだけども応援される側になったってことですね。いってらっしゃい。